はい、今日も監視と書のを見てもらいます。監視と書を見てもらいます。四川清風のもと中原バンバ走る工房すべて一目月落ち高原に立つ。これは古い昔の戦いを偲んでいる歌です。四川というのはまあ凄まじい戦いやね、たくさんの人たちが死ぬような生死をかけた戦い、それを四川と言います。死ぬ戦と言います。四川清風のもと、その昔激しい戦いが清風のもとであった。清風はまあ凄まじい風が吹く中で、中原バンバ走る。中原というのは中国の家北、文化が早く開けて国家が早くできて戦いが多くあった有名な場所。バンバ走る、たくさんの馬が走る、走り回った。この走るは走るとも普通の走ると違う。そして今となっては攻防すべて一目、勝ったり負けたり、それすべてもう今となっては夢。月落ち高原に立つ。その昔を忍んで月の追った高原に立つという意味です。これは解雇の歌、昔を振り返って昔の戦戦場を振り返った歌です。次は色っぽい歌に変わります。二八短小よし、恥じらいを含む美しい花に似たり、暗光美月のもと、処女の思いは厳厳。これ二八というのは二八十六で、十六歳のことを言うています。短小淡い、まあ気合いお化粧やね。なち十六歳の乙女が淡いちょっとしたお化粧をしているのが良い。恥じらいを含む美しき花に似たり、彼女は恥じらいを含む美しき花、花が恥じらい、恥じらうかいう、これへりくつ、恥じらいを含む美しき花に似ている。暗光美月のもと、暗光というのはどことなくなんとなく漏れてくるいい香り、暗光美月のもと。美月は、淡い月やね。これもね、高校たる月じゃなしに、まあかすかに照っている見える月のもと、光のもとで、そこに立つ処女と書いてるけど、乙女と呼んでください。乙女の思いは厳厳。厳厳というのはまあ意味深いものがあるという意味です。次、次は
二八千金の笑み、笑いと呼んだら飽きません、笑みと呼んでください。二八千金の笑み、郷愁また可憐。これは今もさっき言った二八は16歳、16歳の乙女の笑みは千金に値する。たくさん千金というのは値打ちがある、千の金、千の金の笑みいたら、まあ、素晴らしいことやね。16歳の乙女の笑みが素晴らしい。郷愁というのは恥じらい、郷愁、恥じらっているのもまた可憐、可愛いものである。二八千金の笑み、郷愁また可憐。まあちょっと最近はないですね、残念ながら。次、涙戦線、濁手、濁手、濁手残党のもと、今宵古山を夢見る、夢見る、鬼神断腸の、鬼神腸天と発す、霊落涙戦線。涙戦線の戦線はしきりと流れるという意味で、涙戦線、涙がしきりと流れる。それの説明がその後の詩にある。濁酒というのは濁り酒、これは決して上等の酒じゃない。濁酒というのはまあ今はもうドブロクとも言うてほとんど飲む人もいないぐらいである。昔はドブロクが一般的であり、これはあんまりお金のある人が飲む酒ではなかった。濁酒、濁り酒。残党のもと、まあ党は灯火、ポツンと一つだけあるボロ家の中で明るいところという意味やね。今宵古山を夢む、夢見る。古山というのはふるさとを思うと。古山を夢見た、まあ夢に見たということでもいいけれど、思うというふうな意味。鬼神、腸、大変と発す。鬼神というのは帰る心、帰りたいなぁと思う心。これで腸が耐える、切れる、切れようとするということは、鬼神が非常に強いということ。霊落、これをだけどこの人落ちぶれている。霊落、涙さんさん、しかし落ちぶれて何ともならない。涙がふるさとのことを思えば流れ流れるということで、ちょっと悲しい歌ですね、これはね。次、次は5歳。5歳というのは彩り、5つの彩りと書いて虹のことである。
五歳白雲のあたり、青鸞眼前にあり、春山船員送り、新潮垂れに迎えて伝えん。これ五歳二時、五歳白雲のあたり、すなわち白雲が湧き出るあたりに虹がかかる。青鸞眼前にあり、これは山のまあ晴れた日の山の木と言うていいかな、木言うてが目の前にある。新山船員起こり、陰というのは音、鳴き声、深い山で蝉の鳴き声が起こり、心著というのはこれ心のこと、私のまあ感激の心を誰に向かえて伝え、誰に伝えたらいいのだろうかというふうな歌です。五歳、五歳白雲のあたり、青鸞眼前にあり、新山船員起こり、新潮垂れに迎えて伝えん。ああ、これまあ今までのやつみんな私の絵と賞ですけれど、なかなかちょっと難しいですね。どこまで理解していただけるかどうか。次は路傍の花。路傍の花、落日路傍の花、荒涼家を見ず、鬼神無限の思い、痕跡涙ごもごも加わる。これはこれも望郷の歌である。路傍の花、路傍というのは道の傍ら、路傍、路傍に咲く花を見ての歌である。落日路傍の花、落日というのは日が落ちる、なき夕方、落日路傍の花が咲いている。荒涼として、荒涼は荒れ果てていて家もない、まあそういうふうなところに今おるんですね。そして本人の鬼神無限の思い、鬼神というのはふるさとへ帰りたいという心に無限の思いがある。これ恨みと書いてるけど、これ恨み、人を恨んで何とかするという話じゃなしに思い、痕跡、この夕べ涙こもごも加わる。こもごも、難しい言葉ですね。しきりに流れるという意味です。まあわずかにこの色の変化楽しんでくださいね。次、次は百楽鳥に最後に書きました。これ私の百楽鳥その1です。はい、これはこういう風になります。最後の百楽鳥、三条。早急を仰ぐ、三条早急を仰ぐ。早急というのは青空、三条
これは山の上で早秋青空を仰ぐという意味。山上早秋を仰げば雲は流れ短刀の風、乱戦飛鳥叫び小慶緑陰のうち、小慶巣緑陰のうち、山の上で青空を仰げば雲は流れ短刀、こうゆったりした風が吹く。山上早秋を仰げば雲は流れ短刀の風が吹く。乱戦飛鳥叫び、これ乱戦のはたくさんの蝉がミンミンミンとかなんか鳴いているいうことですね。たくさんの蝉がしきりと鳴き鳥が飛ぶ。小慶巣緑陰の中うち、そういうところで緑の影な木陰でしばらく休むというふうな歌です。これをもって本日の説明を終わります。